ウブラジウブラジ。初めての体験メールをご紹介します。新潟県俺らの心の拠り所、さくらちゃんからいただきました。私の初めての体験はもつ鍋を食べたことです。お、私の親がホルモン系のお肉は食べないため、もつ鍋は家庭で馴染みがなく、外へ行っても挑戦できずにいました。しかし先日友人と博多料理のお店に行き食べてみたところ、美味しすぎて驚いたと同時に、今まで食べてこなかったことをとても後悔しました。なにわ男子の皆さんは食わず嫌いをしていたものや、もっと先に知れたらよかったことはありますかとのことです。うわー、なんやろ、もつ鍋美味しいもんね。もつ鍋美味しいからな、うん、ありますか、食わず嫌い。食わず嫌いなんやろな。いくら、いくら、あー、いくらとかはね、うん、食わず嫌いしてましたね、ちっちゃい時は。個性的な見た目してるもんな。そう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 。いやし、なんかこう多分食感というか、うん、多分見た目で判断してた部分があって、うんうん、けど高校生の時とかに食べてたら、うん、お美味しいってなって、全然そこから食べれるようになったから、うん、今は好きですけどね。いいですね、うん、ありますか。僕はあの餃子、学生時代に今よりも野菜が苦手で、もう全然もう野菜いやと思ってて、餃子ってあんの中にあの玉ねぎとかニラとか入ってたりするやん。もうそれがもう嫌やで、一回食べてみーやって言われて食べたらうますぎて、うんまーって、何これって言って、で野菜が嫌やったから食わず嫌いしてたけど、食べたらめっちゃ美味しかったし、シューマイは食べてない。でも考えてみればシューマイにも玉ねぎとか入ってんのよ。入ってる。だからそれでも美味しい食べてないんだけど、それはなんか学生時代ありましたね。餃子食べた時の衝撃は今でも覚えてますけど。餃子は美味しいですからね。うん、パリパリな感じはしますけど。そうね。まあでも食わず嫌いはね、割と大人になるとなんか分かることもありますから。そうね。なんか結構ね、一回食べてみるのもいいかもしれない。うん、そうですね。なんかうわ、もう食わず嫌いほど人生の中でね、一回食べてみて無理やったらもう今後食べへんかったいい話やから。そう。一回チャレンジしてみるっていうってのも、そこ大事ですよね。はい、ありますね、うん。それでは行きましょう。なにわ男子の、なにわ男子のウブラジー。こんばんは、なにわ男子の道枝俊介です。こんばんは、西畑大吾です。いつまでもウブな気持ちを大切に、あなたに笑顔を届ける1時間。本拠地日本放送で金曜深夜0時からの放送、なにわ男子のウブラジー始まりました。はい。はい。今夜はですね、先日韓国に旅行に行ってきた道枝と、高校の修学旅行でハワイを経験した世界を股にかける、ワールドワイドのコンビ大悟くんと僕の2人でお送りします。いじってんな。ちょっと待てよ。いや、いいよ、ミッチーはいいよ。だって韓国旅行にも行ってるし、お仕事でもね、行ってたりもしますから、もうワールドワイドですよ、うん、高校の修学旅行でハワイを経験したってどこがやねん。高校の力やろそんなん。いやいや高校、いやいや、しかも西畑の高校の修学旅行でハワイ行った以来、あの世界股にかけてないですからね。国内でしか股にかけてないから、だからもうハワイしか行ったことないんですよ僕。いや、だからハワイいつかね、行きましょうよ、なにわ男子。行こう、それは行きたいね。行きたいけど、というわけでですね、もうすぐゴールデンウィークということで、お聞きの地域によってはね、あのすでにもう休みっていう方もいらっしゃると思うんですけども、海外や国内に旅行を計画されてる方もいると思います、うん、でまあその時はですね、あの計画をきちんと組むのか、うん、突発的に行っちゃうのか。なるほどね。どうですか。まあちなみに僕は組む方でしたね、うん、はい、ここ行って、うん、ここ行ってとか、うん、何日目はこう行ってとか、うん、割と、あ、その韓国行った時、ああ、はい、まあある程度はね、ある程度は計画立てたいかな。だから行く場所もそうやん、なんか突発的に、あ、じゃあ、韓国行こうとか、うん、あんま僕はならへんタイプだから、うんうん、計画まあちょっと1週間前ぐらいから、じゃあ韓国やったらこういうとこあんねや、あ、ちょここ回りたいなみたいなのをざっくり決めて、うん、って感じでは行くかな。持っていくもんとかもちゃんと考えたいタイプ、うん、あー、確かに。ジョー君とかさ、シドニー割と突発的に、あ、そうやと思う、なんていうの、年末ぐらいに、あ、俺シドニー行こうって言って、うん、そのままお正月シドニー行ってたから、うん、すごいなと思って、その行動力が。流星とかもそうなのよ。あー、そっか、新幹線乗りたいからって熊本まで行って、で熊本のカフェでちょっとお茶してから帰ってくるみたいなこととかもあるみたいだから、すげえなそれ。すごいよね。
無理やもん。無理や。俺そこまではできんわ。家で漫画読んでるもん。まあまあまあ、それぞれでありますけどね。うんうん、なんかありますか？その一番楽しかった旅行、そのハワイとか。うん。ハワイね、楽しかったよ。もう、異空間やったから、あ、日本じゃない、なさすぎて、ちょっと戸惑ってたところはあるけど、やっぱりダイヤモンドヘッドの頂上から見たこの景色っていうのはやっぱ今でも鮮明に。なんかね、海と空の境界線がないね。青青やから。あ、ずっと続いてるように見えて。すげー。めちゃくちゃ綺麗。めっちゃ見たいですね。それはもうみんなに見てほしいけど。え、その英語とかはその喋りながら言ってたんですか？あ、もう全然。意外とね、日本語通じるハワイ。あ、そうなんや。うん、へー。日本の方多かったりとか、日本語勉強されてる方とかもいらっしゃるから。なるほど、なるほど。まあでも、まあ、あった方がいいに越したことないけどね。うん。行きたいな。ウブラジで行きます？ハワイスペシャル。ハワイスペシャル。ラジオロケ。全く伝われへんっていう。伝わらんな。伝われへんけど今ハワイいるんですって言って。伝わらんけど。行きたいな、ハワイ。面白いですけどね。はい、というわけで今週もうぶな気持ちを忘れずにお送りしていきます。はい、それではここで一曲いきましょう。4月24日発売。今日のメンバーは道枝俊介、西畑大吾、なにわ男子のうぶらじ。要チェック、みょうじょう。お、いいカード揃った。トランプ、ね、キング&プリンス、ストーンズ、スノーマン、なにわ男子、トラビスジャパン、中山優馬くん。それ明星オールスターフリーダムメッセージカードだし。デビュー決定の A グループのページも盛りだくさん。明星6月号の表紙はセブンメン侍、集英社から発売中。日本放送開局70周年、三四郎のオールナイトニッポン10周年記念バチボコプレミアムライブ in 日本武道館。第1弾ゲスト発表します。しずるカズマとハンニャカナダ。ただいまオフィシャル選考受付中。詳しくは日本放送イベントホームページまで。11月24日日本武道館。なあ藤田、番宣やってみていいか？じゃあ20秒に収めろよ。忍びねえな。構わんよ。我々トータルテンボスの抜き差しならないとは毎週月曜日に配信中。普通の40代のおじさんの会話だと思って聞くと面白い。でも芸人のラジオだと思って聞くとさほど。やめちまえそんな番組。今日のメンバーは西畑大吾、道枝俊介、なにわ男子のうぶらじ。ウブラジ伝言版。なにわ男子の長尾健太です。藤原丈一郎です。スタジオにいるメンバーへの伝言ですが、うん、もうすぐゴールデンウィーク、うん、GW イエーイ。仮に長い休みをもらえたら一生に一度は行ってみたいなという旅行先を発表してみてください。おー、まあ、1週間中ありますから、はい、そういう時に行くと、まあ今まで行ったことない子、はい、やっぱりオーロラとか見たいですね。オーロラ、わかるわ。どこで見たいわ。オーロラってどこで見えんのやろ。大阪です。絶対見えへんよ。適当やな。それネオン街や、絶対。違う、絶対ネオン街。違うか。どこで見えんのやろ。南極とかじゃないですか。北欧。北欧。あ、そっち系か。北欧ね。なんかそういうのでちょっと自然に感じたいなと思いますね。はい、ケントは沖縄国内。よっしゃ、以上長尾ケントと。終われへん、終われへんよ。そのさ、森脇健児さんのノリで全部進めんといて。無理。え、沖縄の理由は？もしなんかこう一週間でもいきなり仕事入った時にすぐ帰ってくれるの方がいいので、やっぱ国内の方がいいかな。本当にテンション真面目だと思わない？はい。でもなんかちょっとあのね、普段そのビルに囲まれてるから、やっぱちょっと自然感じたいなと思って沖縄がいいかなと思いまして。はい。らしいです。以上長尾健人と藤原丈一郎でした。よいしょー。はい、長尾健人とジョー君からの伝言でした。はい。テンションすごかった、ね。テンションすごい。さあ、なんか、すごい、差がすごかった。もう大体これ、収録終わりにこの伝言版撮るんですけど、もう終わったっていう、多分。多分そう。伝わってきましたもんね。うん。解放感というかね、うん、ありましたけども。まあ、仮に長い休みをもらえたら、はい、一生に一度は行ってみたいなという旅行先、ありますか？一生に一度行ってみたいなで言うと、エジプト。おー、あ、なんか前言ってたな。そう。ピラミッドとスフィンクスは、見たい。だって、ロマンやん。あんな、確かに確かに。あんなんすごいやん。ってだけ。ほんまに。確かに見たいな。見たいし、なんかこう、写真一緒に撮って、なんか、記憶にも記録にも残したいなってやっぱり思うから。うんうん、いいですね。ありますか？俺はね、ウユニ塩湖。
ウニが言ってたね、俺も。ウユニ塩湖ね、見たいんですよね。どういった場所でしたっけ？水たまりなのか、なんか。まあ、塩湖やから、多分。塩湖やから、湖やね。で、潮がね、いっぱいあって。そう。鏡みたいな。だから、空と、その湖で反射して、すっごい綺麗で、でも行くまでが大変らしくて、ウユニ塩湖。あ、そうなんや。結構なんか、いろんな壁を乗り越えていかないといけないみたいな、はい。壁を乗り越えていくの？壁を乗り越えて。スパイダーマン？スパイダーマン？壁そういう壁じゃなくて、ね。壁じゃなくて。大変らしいの。山とかいろいろ多分。谷とかいっぱい行って。そう乗り越えていかないといけないみたいで、行くまで大変ですけど、一生に一度はね、ちょっと行ってみたいなっていうのがあって。そうよね。なんかこう、綺麗な景色を見ると、やっぱりね、心がね、綺麗になる。ああ、なんか、この景色見れて幸せやなって、なんかそれこそウィニー塩湖行く時とかもさ、行き道とかは大変かもしれんけど、行ったらすごいこう達成感もあるしね、そういうの大事よね。大事ですよね。だからいつかはねちょっと見てみたいですけどもね。行きたいね。はい。でも長い休みあったら家にこもんねやろうな。そんな気がする。一週間休みやったら漫画読んでんねやろな。読んでるんやろな。めっちゃ買ってるんやろな。旅行行った方がな、そこにお金使った方がいいねやろからな。家が出んねやろな。まあ。いろいろね、過ごし方がありますからね。はい。というわけで、ここから近況トークのお時間です。はい。今日は大悟くんから近況を。はい、ね、先週も発表させていただきましたけども、6月12日に我々のサードアルバム、プラスアルファというアルバムをね、リリースさせていただくんですけど、そちらで我々のこう、初めての試みとして、ユニット曲を3組作ったよね。で、僕が、担当させてもらうユニット曲が、流星と一緒の恋焼け止めという曲なんですけど、そちらのMV の方も撮らせていただきまして、3組それぞれの MV もあって、楽しい内容にはなってると思うんですけど、その MV の際に、可愛い楽曲なんで、もう2024年の、可愛いを使い果たしたと。だからもう僕はもう2024年は可愛いは無理です。もう使い果たしたんでって言った、MV の撮影があって、その帰りにご飯食べてなくて、流星も、僕もマネージャーさんも食べてないな。でラーメンの話をさ、前に流星としてて、ラーメン行くって、で流星が、あ、行きたい、ラーメン食べたいって、マネージャーさんと3人でラーメン屋さんに行ってんけど、何ラーメン食べるって話になって、まあいろいろあるやん、豚骨醤油、あ、確かにがっつりしたもん食べたいなって言って、確かにね、もう頑張ってご褒美としてもそうそうそう、それやったらこれいいんじゃないって僕が言ったのが、二郎系ラーメンどう、あははは、行きたいって流星が行ったことなくったらしい、あ、そうなんや。で僕は1回だけ行ったことある、このラジオでも行ったことあるかな。でそこ行って結構行列やって、どうする、並ぶみたいなことになって、いやもうここまで来たし並ぼうってなって、30分ぐらい並んで、直券を買うシステムやねんけど、そこで大体選べんのよ。なんか、例えば、大ラーメンやと、麺の大さが375と、小ラーメンは250。僕一回体験した時は、小ラーメンで腹をいっぱいになったんだけど、もう無理、これ無理やってなって。で、野菜とかも少なめにしたんだけど、そのマネージャーさんと流星は、その、大ラーメン。え？ 370 で、しかも、野菜そのまま。僕は野菜少なめやねんけど、野菜少なめで 150g ぐらい。野菜だけで。あ、それでも多いよな。でも、野菜そのままやったら、300g あんのよ。だから、合わせたら、実質計算、675食べてるんですよ。やば。で、まあ、横一列食べれてんけど、二人とも、もうガバガバ食べてて。で、パッて横見たら、二人とも食べ終わってて。早ない？え？と思って。俺一応小ラーメンで野菜も少なめやのに、まだ食べてるみたいな。で、僕結構食べるの早い方やねんけど、もう食べ終わってて。二人とも、なんかまだいけるなーって言って。え、すんごーって言って。すげーな。だからあんなに可愛らしい見た目してるし、流星。あんだけ可愛い曲やった後に、二郎系ラーメン一緒に食べに行きました。で、彼は大ラーメンを食べてました。余裕そうな顔で、あとちょっといけるなーって言ってた。なんか、すげーな。すごいそのギャップが面白かったですね。マネージャーさんもすごかったんよ、その時。確かに。余裕で、お、僕もまだ行きますね、みたいな。すげーな。ちょっと待って、じゃあ俺、小ラーメン、野菜少なめで、俺、貧弱すぎひんぞ。いやいや、えんなことない。逆に。じゃあ、それが普通やねん。普通やんな。普通やねん、それが。いいギャップ。楽しかったです。ね、はい。
というわけで番組はまだまだ続きます。なにわ男子のうぶらじ、今日のメンバーは道枝俊介、西谷大吾。日本放送が FM でも聞けるって知ってますか？周波数は FM93MHz。 FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93。 ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。ねえねえ、日本放送のメルマガって登録してる？メルマガ？そう、メルマガ。日本放送のおすすめ番組とかイベント情報が一目でわかるの。へえ、便利ですね。しかも豪華なプレゼントもあるんだって。登録しました。早っ。詳しくは日本放送公式メールマガジンで検索。ギーシャリの橋本です。うなぎです。ギーシャリのおとぎ話は日本放送のポッドキャストステーションで毎週水曜に配信中です。うなぎさん、どんな番組でしょうか？はい、詳しく説明したいところですが、お時間です。嘘。聞いてみたらわかると思います。はい、番宣おります。なにわ男子のうらじ。なにわ男子の道枝俊介です。西谷大吾です。この春から本拠地日本放送での放送日時が金曜深夜0時にお引越しとなったなにわ男子のうぶラジオをお送りしています。はい、普通歌をね紹介していきます。はい、ラジオネームモズさん、中学2年生です。3月にあった1年生最後の数学の授業で、アルプスの少女ハイジのオープニングでハイジが乗っている長いブランコについて勉強しました。ほう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 。先生が調べたところ、紐の長さ36メートル、地上100メートル、落差25メートル、地上100メートルらしいです、私は高所恐怖症ですが、子供の頃ハイジのブランコ乗ってみたいなと思っていましたが、このことを知り乗りたいという気持ちがなくなってしまいました。リアルやもんな、数字が。確かに、うん、何は男子の皆さんはやってみたかったけど、いろいろなことを知っていくうちに嫌になってしまったことなどあります。なるほどね。まあ確かに、それなんやろ、36メートルなんや。36メートル、どっから繋がってるかもわかんないじゃないですか。確かに確かに。紐の長さが36メートル、地上だって、まあアルプスですから100メートルってことだよね。落差25メートルっていうのは、上に上がって下に落ちる時の25ってことか。ああ、はいはい、こうなってる時の20、それが25メートルあると。はあ。で、地上100メートル、えぐない。すごいよね。やってみたかったけど、いろいろなことを知ってくうちに嫌になってしまったこと。なんやろ。あ、でもね、先生、小学校の先生とか。小学校の先生。俺、もう先生になると、ちっちゃい頃ね、先生になるとどんな勉強でもいけるというか。あ、だからどんな数学の方程式とかもう全部頭に入ってて、もう体に染みついてて一生忘れることのないものやと思うんですよ。なるほど。だからもう神様的な存在やもんね。そう全知全能みたいな。そうやっと思ってたから、けどさ、やっぱり人間やしさ、忘れることは絶対出てくるやん、勉強でもさ。俺はそんなことはないと思ってて、ちっちゃい頃は思ってたけど、小学校が中学生ぐらいの時に、先生がなんか授業の合間に、これも先生もな、みんなに教えるためにな、事前に予習して勉強してこうやってみんなに教えてるんやって言われた時に、あ、これは予習ありきで先生が俺らに。なるほど。なるほどな。あ、体に染みついたことをこう教えてくれてるんじゃなくて。じゃなくてね。事前に、俺らに何が合ってるっていうか、これをやれば伸びるかなとか、いろいろ考えた上で、この数学の方式とか、歴史を教えてくれてるんだ。ってなってくると。努力してるんだって、ね。そう、もちろんそれはさ、仕事するためにはやっぱり事前に準備しとかないといけないっていう。それを知ったときに、あ、俺事前に、勉強してこう教えるっていう、なかなか責任が、しょうことできないな、と思って、ちょっと先生、すごいなっていうのと。なるほど、はい。確かに先生になれば、何でも教えられるんやろうみたいな感覚はあったわ。っていうのはあって、先生って大変なんやなっていうか。大変やね、確かに。でも、それをやってるのはすごいなっていうのは、思いましたね、その時に。わかる。っていう感じですかね、僕は。はい、というわけで、続いてはこちらのコーナーでございます。道枝少年の事件簿。
五代目金田一はじめを演じた私道枝が小学生でも答えられる謎謎や引っ掛けクイズに挑戦します。謎はすべて解けたとバシッと正解を導き出すコーナーでございます。頼みますよ。いやこれ久しぶりですよ。久しぶりやもんね。久しぶりでねなかなか成功したことがないというね、うん、たまにねたまにですよ、うん、ミラクルが起きてね全問正解とか、うん、一問だけ正解とかあるんですけど、うん、はい大体は、打率は低いですけど。いやこれはもう解いてほしいですよやっぱり、はい、金田一として、はい、お願いします。解かせていただきますよ。いきましょう、はい、鳥取県俺らの心の拠り所ここねさん。東京大阪神奈川福岡この中で一番寝不足な人はどこの人でしょう。寝不足？寝不足。東京大阪大阪神奈川福岡、福岡寝不足な人。謎はすべて解く。来た！寝不足なのは、大阪。お！それはなぜ？おー。朝か。大阪の。おー、大阪。みたいな。おー、朝か。と、おー、大阪。三角！三角なん？それでも。三角です。それでも三角？あのね、答えは合ってんのよ。あ、答え合ってんの？正解は、大阪です。おお、合ってんねんけど、大阪って、大阪府って言いますよね。はい。大阪府で住んでる方たちのこと。大阪府民。大阪府民。大阪府民。大阪。なるほどね。で、なんで大阪なんですけど、だから回答合ってるけど、理由というか間違ってるから、三角ですよ。SE なし。マジかよ。SE なし。三角の SE ごめんなさい、ないんで。一番中途半端や。そう。あかんや。大阪だから正解で合ってねんけどな。大阪府民ってでもさ、わかりづらくない？でも謎謎やから。大阪府民。京都も府民やんじゃ。もう入ってないやん、この中。それはないよ。いや、この中でって言ってるから、そこだけ京都空いてたら、ええけど。そうやな。三角です。はい。続きまして。岐阜県の俺らの心のよりどころ、曲がり角。道枝さん。はい。あるお仕事が決まりました。はい。新しいサインを考えてください。はい。と言われました。はい。さて、どんなお仕事？え？これでもいけるよ。新しい仕事が決まりました。うん。新しいサインを考えてください。うん、うん、いいね。どんなお仕事？はい。これいけるよ。新しいサイン。あ、もう言うてるもん。うん。ニューサイ、サイン、ニュー、サイン、ニュー。あ、謎はすべて解けた。お、歳入の仕事。正解。何歳入って。歳入って何？ニューサインやろ。うん。ニューサイン、ニュー、お、歳入や。ってなって。歳入って何？あの、再生の際に。再生の。だから再び入る。うん。違います。違う。ちょ、わからん、わからん。正解です。何何何？新しいサイン、はい、新しいの言い換えはあってました、はい、他にあるくないですか新しいの言い換え。ニュー以外に。ニュー、新、新、あ、新サイン。正解です。ということで正解は新サインでした。サイン、ニュー。いじるな、いじるな。いや、意味わからん。サイン、ニュー。うわうわ、新サイン、これ考えで分かってたし、言ってましたからね、あなたも。ほんまや、うん、うわうわ、これはやられたな、ちょっと、うん、これは久しぶりにいいの来たわ。いいの来た？うん。もう再入は一番良くない。続きまして。俺らの心のよりどころ、プリンが大好きなディフフ研究者さん。はい。岐阜県の方。問題。飛行機の中にいる人で、一番おしゃれな人は誰でしょう？飛行機の中にいる人で、一番おしゃれな人？はい。15歳の方からのお便りです。15歳。うん、15歳には負けてられんな、うん、一番おしゃれな人は誰でしょ。一番おしゃれでしょ。まず整理すると、乗客でしょ、うん、で CA さん、キャビンアテンダント、うん、パイロットの人か、パイロット、うん、ぐらいかかな、うん、この中でおしゃれな人、おしゃれな人、飛行機の中でおしゃれな人、うん、飛行機の中でおしゃれな人。これはね、すごくいいもんだ。え、マジで15歳が考えたと思われる。おしゃれやろ。おしゃれ。おしゃれ。おしゃれといえば何やっていう話やね。おしゃれ。おしゃれといえば服。ファッション。ファッションといえば
布は違うな。いいとこ、いいとこ行ってるよ、今。今、いいとこ行ってる。服。元気玉放つ人みたいな格好になってる、今。悟空や。手上げてさ。オラの元気を。元気玉放つ人みたいな。オラに答えを分けてくれ。待って。服いいよ。服。服いい。謎は全て解けた。お、来た。おしゃれな人は、副船長。副機長か。違います。副船長って船ちゃうねんか。船ちゃう。宇宙船艦ヤマトやないかしら。飛んでさ。あれ副、副じゃないの。いや、副はよかった。副。で、副、副機長もう違います。違う、うん、え、これ気持ちいいよ。パイロットって、日本語でなんて言います？航空士。操縦って言いますよ。あ、操縦士や。うん。そろ副操縦士、うん、あ副操縦士や。そうです、正解は副操縦士です。うわ、なんでかと言いますと、おしゃれな人は副操縦士なので、副操縦士の漢字を言い換えると副操縦士になると。それパイロット合ってたやん。当てる当てる。だから機長とかなんかいろいろなんか考えすぎてる。操縦士がなかった頭に、うん、うわ服装、うわ、これ気持ちいいよ。え、15歳の子は考えたと思われん。はい、これちょっと気持ちよかったですけど、ちょっと今ダメでした。ポンコツ、ポンコツが出てました今。副船長再入。もうえって出てますわ、ポンコツが。もうやめてやめてくれ。続きまして、はい、神奈川県の俺らの心のよりどころ桃サイダーさんがいただきました。はい、問題です。机の上にリンゴが20個あります。20個ありますね。19人で等分するにはどうすればよいでしょうか。え、計算問題。等分というのは等しく分ける意味でございます。19人で等分でしょ。はい、まあ、1人1個ずつ渡したら1個余るやんか、うん、等分ですね。だから1個余るとして、それを等分、等分、19人で等分する。だから1個ずつ渡したら1個余っちゃうから等分できてないと。うん。頭柔らかくしてほしいね、この問題は。これは、半分にしたら40やろ。あ、でも結局一緒だ。計算してる。え、待って。20個あります。うん、19人に等分するとしたら、うん。頭柔らかくして。大丈夫よ。いけるよ。え、あ、でも違うのか。めっちゃ計算してる。あ、ん、オッケー、分かったかも。来た。え、ちょっと進んだぐらいや、まだ。ちょっと進んだぐらいじゃん。19かける。今、あの、近代史というよりかは、ガリレオみたいになってますよね。てれてんの。19かける2、36やんか。うん。でも19人やから、倍増させちゃうの。計算式や。19人倍増させても意味ないから。なんで19人倍増させなんで増やしたの。36人にしたところだよねな。待って、むずい。え、頭柔らかくして。20。いけるよ。20個。20個あれば。20個あれば。20個あれば、ね。え、割れる？割れる。2で割れるよ。2で割れる。確かにね。割れる割れる。5でも。等分ですからね。だから、等しく分け与える。いや、頭柔らかくして。一回計算から離れた方がいいと思う。19人にリンゴを20個分けるとしたら、等分で分けるとしたら、はい。あ、わかった。はい。謎は全て解けた。来た。19人ってことは、俺以外の19人って言って。はいはいはい。俺をプラスしてもらえば20人になるから、等分できる。一人一個。自分を増やしちゃう。そう。不正解。え、なんでなん、それしかないよ。あります。え、あんの。だからずっと言ってたやん。頭をもっと柔らかくしてと。正解は、ジュースにする。です。ジュースにしてしまえば、個数なんて関係ありません。違うって。確かにジュースやったらね、20個ね、ジュース作ったら多分結構な数になるから。で、それでね、同じグラムやったら均等にいくね。いやいやいや、ジュースだ。ちょっと待ってよ。ジュースです。違う、それはさ、うん、せこない、ちょっと。いや、もうそれ仕方ない、そういう問題ですから。だってさ、いや、だってそんな、じゃあ道枝が参加しますみたいな、うん、僕も入って20人。いや、そっちの方がセコいやろ。いや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 、セコくない。普通大体、そうじゃない。違うの。ジュースにします。ジュースな。ジュースにしたらみんなが等しくいける。
ずるいよ。ってことは、今回。ずるいよ。今のは金田一ではなかった、確かにね。金田一ではない。ずるいよ。伸びたいもんね、どっちかっていうと。マジかよ、うん、ということで、今回成績的に言いますと、正解は0問。三角1問。全然あかんやん。おーおーなんてっけ、大阪、おおお大阪、まま、ただのダジャレ。ダジャレやし、もう一番は再入ですけど。一番は再入。あーあーしんどマジで。うわー負けた、また今回もうダメダメでした。今回うわー悔しいな。次頑張ってください。はい、頑張ります。次こそ。はい、というわけで以上、道枝少年の事件簿でした。ということで、ここで一曲、ラジオ初解禁となります。はい、何を男子サードアルバム、プラスアルファから、アルバムリード曲のアルファを聴いていただこうと思いますけども、はい、この曲、もう何を男子らしさ全開のアイドルソングになっておりますし、はい、まあ今までのこう、きらめきであったりとか、ポップなものをこう凝縮された、で、プラスアルファされたような曲になっております。うん、皆さん楽しんでいただけるのではないでしょうか。それではお聞きください。なにわ男子でアルファ。今お乗りのあなたの愛車、一番高く買い取ってくれる中古車店、わかりますか？知りたいけどすぐにはわからないでしょと思いの方、実は簡単にわかる方法があるんです。それが車たかし。車たかしは中古車買い取り店の査定額を一気に比べられる便利なサイト。たった1分、あなたの車の情報を入力すれば、大手買取店から近くの買取店など最大10社の査定額が無料で届きます。比べてみれば一番高く売れるところがすぐわかる。買取店によってなんと平均18万8000円も買取額に差があるんです。車を高く売りたいなら車たかしで検索。いやー悔しいね。悔しい？また？もう俺が悔しいったらもうあれしかないの分かるよね。いや分かんないよ。もうじゃあオールナイトニッポンポッドキャスト、アンガールズのジャンピン聞いてよ。毎週木曜夜6時配信してるんだから。いや台本通り告知するね。それ言うなよ。なにわ男子のうらじー、今日のメンバーは西畑大吾、道枝駿佑。なにわ男子の道枝駿佑です。西畑大吾です。続いてはこちらのコーナーです。西畑大吾のリスナートレンド調査。はい、皆さんの身の回りで流行っていることをご紹介いたします。流行を通してですね、世の中の動きを知っていこうと思います。はい、まずはラジオネームマヒンヒンさんからいただきました。はい、私は女友達と目が合った時に少女漫画ごっこをするのにハマっています。何それ？塾や学校で目が合った時に少女漫画にありそうな展開に持っていきます。例えば授業中に不意に目が合ってドキドキしているシーンを仕草や瞬き、顔で演じたり、体育の時に目が合って男子役の方が髪をかき上げてイケメン風で見てきたりと、こんな感じで少女漫画ごっこをしています。おへー、楽しい。楽しい、やってない、またやってない。楽しい、楽しくない。でも楽しそう、まあ楽しそうやね。楽しそうではあるよね。女性の友達とはこう言われないね。目が合った時にするんや。いいなぁ、これ身内の遊びやなぁ。確かになぁ。やってみる一回。せや、いや、伝われへんやん。ラジオ、ラジオ。伝わらんけど、伝わらんな。表情って書いてねえから。確かに確かに。でもなんか、ちょっと気持ちはわかる気する。というのも、映画とか見た後、例えばスパイダーマンの映画見ました。スパイダーマンの映画見た後って、自分も蜘蛛の糸出んじゃねとか。あー、わかるわ。なんかちょっと壁にこう手つけて、俺登れんじゃねみたいなことすることある。確かに確かに。なんか不良漫画のその映画とか見た、うん、あと、ちょっと強くなった感じ。わかる。っていうか。歩き方変わるよな。うん。ちょっとオラオラ系になる。オラオラ系。わかるわ。その感じやね。だから。多分そうやった。そういうごっこをするのハマってると。うん。なんか、いいね。楽しいな。青春してんな。青春してるわ。そういうことしたかったな。しようよ、十分ね。続きまして、新潟県の中学校1年生、13歳の子からいただきます。13歳、OKY、カレーのトッピングさん。はい。私のクラスで最近、紙鉄砲が流行っています。紙鉄砲？チラシなどで折って上から下にシュッとやると、パ
ーンと大きい音が鳴るものです。男子がいつもやっていて内心うるさいなとは思います。そして作った紙が学校のプリントで後で先生に怒られるまでが一つの流れです。あーそれか。そうそう、あのなんか三角にしてさ、うんうん、多分空気抵抗で、空気抵抗でパーンってなんだよ。やったことない。面白いねそれ。面白い。よくやって紙が破れるまでやって、うん、たまにめっちゃパーンってなって、ようやったな俺も。小学校カレーのトッピング様でもやってないね。うるさいって感じてて、作った紙が学校のプリントで後で先生に怒られるまでが一つの流れ。女子に嫌われる遊びですこれ。確かにな。なんか学生時代ってなんであんなこう嫌やって思わせることしてたんやろうね。今思えばそうよな。なんか練り消し食うてたりさ。今考えたらおかしいもんね。食べるかと思う話やもんね。なんであんな変なことばっかりしてたんやろ。なんやろうな、好奇心が勝っちゃうんかな、どうなんかな。楽しかったけどな、でも。そう、なんか今のこの脳内があって、学生時代戻れたら。続きまして、福島県の13歳、俺らの心の拠り所、ひなちゃんさんからいただきました。はい。私の部活でトレンドになっていることは、抱っこです。抱っこ？ある日、私の友達が私のことを抱っこしたことから始まりました。今では、みんな抱っこを拒むのですが、それを乗り越え、抱っこできた人が、今日の抱っこ MVP となるのですが、みんな頑張って抱っこしちゃっています。抱っこ多いな。抱っこ抱っこ。一年分の抱っこ言ったわ、今。抱っこ抱っこ抱っこ。抱っこを拒むのですが、それを乗り越えて抱っこできた人が、今日の抱っこ MVP となるのです。抱っこ MVP って何？何や？いいやん。でもなんかそういうスキンシップっていうのは、すごいね、可愛らしいこと。だって13歳の子がそれしてるなんかもう、微笑ましいやんか。うん。うん、もっとしてほしいよね。ね。微笑ましいから。微笑み、見てきたいもんね。うん。だって、例えば赤ちゃんとかがこう、ね、こうやって。ねえって抱きしめ合ってるのとか可愛いって思ったりするやん。うん、そういう感覚よ。そうそうそう。なんかみんながこう、触れ合ってる姿を見て、嬉しく思ってます。母性が触れるからね。これからもしてください。はい。お願いします。続きまして、埼玉県の16歳、OKY のチューリッツプさんからいただきました。はい、私のクラスで流行っている喋り方があります。うん。それが、ちっちゃいつを大きくして話すことです。お？ちょつと待つてとか、いつてます。ほんまにしょうもないなと思いつつも、みんなで笑いながら、やつてる時間が楽しいです。ちゃんとつが大きくなつて、なかって、ちゃんとつが大きくなつて、なかつたら、訂正もし合います。意外と頭も使うし、脳トレにいいと思います。取り入れてみてください。だから、チューリッツプさんやってんな。なるほど、ね。ちっちゃいつを、大きく話すことが大事やねんて。ちょっと待つてとか、いつてます。やって、いつかい、やつて、見る？そうね。やつてみよう。じゃあちょっと、次のお便りでやつてみよう。あーい。いきます。普通おた。普通おたのですよ。普通おたは普通おたや。普通おたは普通おたやね。もう、流されてるわ、この、中立プに。ミスった。ふ、おたではないもんな。ふつおたはふつおたやもんね。参ります。ふつおたです。神奈川県ラジオネーム、俺らの心のよりどころ、ゆめち、ち、ちつ、これは、これはいいんや。ゆめちゃんさんからいただきました。これはいいんや。すごいなー。つーだけやもんな、うん。ゆめちゃんさんからいただきました。私的お母さんが作る好きな料理ランキング、トップ3は、3位カレー、2位、卵焼き。1位は餃子チャーハンです。1位の餃子チャーハンに関しては、美味しすぎるあまり、兄弟みんなでおかわり、やめよう、もう、おかわり強奪戦が始まります。なにわ男子の皆さんの家族が作る好きな料理、トツプ3を教えてください。むすない？ごめん、頭入らへん。入らへんわ、お前、ごめん、ごめん。全然ありがったよな、今。トツプ3あります？なんか、なにわ男子が、こう、家族が作る好きな料理、トツプ3。トツプ3はね、僕はね、何やろ ?1 位、唐揚げ。おう。2位、何やろ ?2 位何やろな。タコとワカメの
お吸い物みたいな。ああ、美味しいよな。そうそうそう。で、3位が、きんぴらごぼうかな。ああ、いいやんか。全然ちっちゃいつ入ってないやん。全然ちっちゃい通入れへんやん。普通の会話トツッとするしか言ってない俺。それ以外なかった。なかったってことやな。なかったなかった。え、うん、大悟くんはもういいかな。もう大丈夫ですか、うん、俺も考えたけど全部ちっちゃい通入ってへんかったわ、うん、じゃあ次行こう次行こう、うん、でも楽しい面白い遊びやなと思いますけど、うん、頭使うから会話にならんね。そうそうそう、うん、ということで。ということで終わりかな。終わり。はい。終わり。このリスナートレンド調査。いや、もちろんすごくいい企画やったんですけど、もっとなんか一緒に楽しめるものをやっていきたいなって思いまして、次、私が出る回、西畑の、この個人コーナーの企画会議しよう。おー。企画会議して、その中ではこれいいやんと思ったやつを、採用させてもらうかな。おお。ということで、リスナートレンド調査、今回で終わり。え、これ、自分で終わらせていいのこれ、ほんまに。え、これは今まで何回やったんですか。うん、2、3回?3、4回短っ短いんよ。うちのね、コーナーはね、だから西畑のコーナーすぐ終わる。短い。リスナートレンド調査、もちろん面白かったんけど、なんかもっとなんか、イギスナーさんと一緒に楽しむのもある気がする。いろいろね、試してみるのもありますからね。次ちょっと私西畑が出る回は企画会議にします。了解でございました。でなんかこういう西畑コーナーやってほしいっていうものがあればどしどし送ってくださればないと思います。はい。だからそのメール送ってね、あのメールの件名はあの西畑会議でお願いします。西畑会議しましょう。はい。これはあのやっぱりお引っ越しもしましたから、そうですね、あの西畑もちょっとあの違うコーナーにお引っ越ししたいと思います。はい、ということで、はい、今までね、2、3回ですか、3、4回やってきた、このリスナートレンド調査楽しんでいただいた皆様ありがとうございました。以上、西畑大吾のリスナートレンド調査でした。今日のメンバーは、道枝俊介、西畑大吾、なにわ男子の、ウラジー。リスナーとつながる効果的なプロモーションを、日本放送がご提案します。日本放送企画書サイトでは番組を使った事例や人気企画を掲載中。音声 CM の制作もぜひご相談ください。詳しくは日本放送企画書サイトで検索。オードリーのオールナイトニッポン15周年展公式スマホケース発売中。100種以上のスマホに対応、リトルトゥースおなじみのラスタカラーデザインなど全5種類。東京ドームの余韻をあなたのスマホでお楽しみください。詳しくはオードリーのオールナイトニッポン15周年展のホームページにアクセス。トムグラウンの布川です。僕も布川です。キャーキャーン。今あなたの脳に直接語りかけています。ーオールナイトニッポンポッキャスト、トムグラウンの日本放送圧縮計画は毎週金曜配信です。なにわ男子のなにわ男子のオブラジをお送りしています。はい。愛知県岡崎市、ラジオネームジャンダラリンさん。え、岡崎やんと思って。岡崎、あ、ジャンダラリン、うん、東海オンエアさんかと思った今の。あ、ジャンダラリンっていうのはなんかそっちの方言。あー、なるほどね、うん、そうなんや。そう。先日健康診断で身長を測ったのですが、うん、30歳になってもじわじわと身長が伸び続け、え、嘘やん。なんと今年172センチになりました。うわ。嬉しいような、そろそろ止まってほしいような複雑な気持ちです。なにわ男子の皆様はじわじわと記録を更新していることなどはありますか。ちょ、もっと聞かせて。お願い。身長が30歳になってもまだ伸びてる。はい、らしいです。これはちょっと何を食べてるか聞きたいですね。確かに、あのジャンダラリンさん。ジャンダラリンさん。ええー、羨ましい。俺、高2ぐらいから止まってるで。ええー。でも健康診断をしたくないねんな。身長測りたくない。下がってたら嫌やから。いや、下がってないでしょ。下がってるんよ。下がってんの？下がってんのよ。そうなの？嫌なのよ。ありますか？記録更新してることですか？更新してること。何やろ？記録更新してることが、服の多さですね。ああ。年々服が増えて、増えて、
困ってます。でも勝ってるのはあなたですよね。あ、勝ってるのは僕です。うん。はい。やっぱ着る服いっぱいあってもさ、あ、今日着る服ないわってなる時にならへん。うん、あるあるある。そう、それがあって更新しているんですけども、うん、はい、ちょっと服が増えて。あ、全然言ってくれたらもらうよ。あ、マジで？うん。あ、じゃあ、ちょっとなんか。ジーンズとかみたいな、丈合わへんか。いやいや。長ーみたいな。足長ーみたいな。めっちゃおらな無理やん。なんか渡します、じゃあ。マジで？俺もそうやけど、ジョー君とかめっちゃ喜ぶと思うで。あ、そう、だからジョー君に昨日 LINE したのよ。うん。昨日掃除してて。うん。ちょうど。で、そのジョー君が好きなところがあったから。うん。ブランドみたいな。そうそうそう、うん、があったから、いるって聞いたら、お、いるって言うから、うん、あ、じゃあ、渡しますねっていうLINEをしたんですけども、大悟くんもなんかあったら。ぜひ、お待ちしております。はい。僕がだんだんこう伸びていってる、年々増えていってるの、伸びていってるのは、パンツなんですけど、僕メンバーカラーが赤なんですよ。はい。赤パンツが年々増えてる。あー、なるほどね。というのも、増えてる、増えてる。増えてる方、ね、増えてる方ね。増殖の方です。あ、ライブとかするとさ、差し入れで、パンツ、くださったりするスタッフさんがいて、で、その方々は、メンバーカラーでこう、ご用意してくださるから、うん、やっぱ年々こうやって増えていくし、誕生日とかも、赤のパンツもらうことが多くて、メンバーカラー赤やから、って。だからもう、ずっとなんか、僕は、ほぼほぼ、半分以上、7割ぐらいは、赤パンツで構成されてんねんけど、僕たまに、あれ俺、自分、アントニオ猪木さんやったっけと思う時あるもん。赤すぎてね。赤すぎて、なんか、赤ばっかりやから。うん。だから、パンツの棚もほぼ赤なのよ。ええー、そうなんや。うん。だから、赤パンはすごく多くなってきてますね。まあ、ありがたいね。うん。ありがたいけど。ということで、はい、今夜もたくさんのお便りありがとうございました。それでは、ここで一曲、今夜のラストナンバーです。なにわ男子で、ヨバイボシ。なにわ男子の、うらじー。あなたの愛車、一番高く買い取ってくれる中古車店、わかりますか？実は、簡単にわかる方法があるんです。それが、車たかし。たった1分。愛車の情報を入力すれば、最大10社の査定額が届きます。比べれば、一番高く売れるところがすぐわかる。車を高く売りたいなら、車たかしで検索。数々のアニメの企画制作を手掛けるアニプレックスの作品から、あなたにぴったりなアニメゲームをご提案する番組、アニメコンシェルジュ。毎週火曜日夜9時30分から放送中。素敵なアニメとの出会いをぜひ体験してください。ほぼ毎回普通のアニラジでは出ない話が出ます。ファンアロハ2024、7月12日から15日まで横浜赤レンガ倉庫で開催。横浜に新しいハワイイベントがやってくる。4月30日までステージでフラ、ウクレレ、ハワイアンミュージックなど一緒に盛り上げてくれる出演者を募集中。詳しくはファンアロハで検索。エンディングでーす。はい。番組ではあなたからのメールを募集中です。宛先はなにわアットマーク 1242.com、 なにわアットマーク 1242.com。 なにわのスペルはローマ字小文字でですね、 NANIWA です。メールを募集中のコーナーは番組のホームページに一覧が載っております。一度目を通してみてください。はい。西畑の会議もお願いします。あ、お願いします。お願いします。お願いします。ここで僕たちからのお知らせです。はい。僕たちのニューアルバム、プラスアルファがですね、2024年6月12日にリリースされます。ありがとうございます。ありがとうございます。3枚目のアルバムでございまして、うん、すごいね、こう、僕たちらしさもありつつ、うん、それにプラスアルファしてね、新たなことにもチャレンジしている楽曲も収録されておりますので。そうね。で、先ほど初めてこのアルファ、うん、リード曲のアルファも聴いていただきましたから、はい。皆さんも想像が膨らむんじゃないかなと思います、はい、ぜひとも楽しみにしてくださればなと思います、はい、お願いします。お願いします。いやー、久しぶりでしたね。そうね、ミッチ久しぶりだったもんね。久しぶりでしたよ。ドラマとかも撮ってたから、うんうん、なかなか来れずやったけど。そうですね。いや、でも久しぶりに楽しかったです。いや、よかったよ。楽しそうやったし。あ、よかったよかった。名言も出たし。名言何やったっけ。再入。あ、再入ね。再入出たわ。名言だ、これ。でもこれあれだな、その
その年末の名言に入るかって言ったら前後がないと分からないから、でも再入って何、まあまあってなるもん、面白い。おいトレンド調査のラストにあくびしてないやってたまにあんのよ。マジかよ、たまにあんのよ。マジっすか、あくびもするしボッコボコですほんと。いや全然いいのよ、いいのよ、ボッコボコですほんと。いやまあでもそれぐらいなんていうかね、このゆるさもありつつっていうのがこのね24時代にはなんか合ってる気するよね。ああそれならよかったです。以後気をつけますほんとにそれならよかったです。我々はこれが緩くてもいいのかもしれない、はい、よかったです。それならまあね、これからもちょっと楽しんでいこうかなと思います。思います。はい、というわけでなにわ男子のウブラジお付き合いいただきありがとうございました。ここまでのお相手は道枝俊介と柴田大吾でした。バイバイ。会社一番高く買い取ってくれる中古車店分かりますか？実は簡単に分かる方法があるんです。それが車たかし。たった1分愛車の情報を入力すれば最大10社の査定額が届きます。比べれば一番高く売れるところがすぐ分かる。車を高く売りたいなら車たかしで検索。数々のアニメの企画制作を手掛けるアニプレックスの作品から、So keep that fire burning inside.Motivation, you trusted guide. With every goal you reach higher, you soar. Unstoppable forevermore. In every step you find a way. A burning passion that here's to stay. The road may be long, the journey unclear. But deep inside, there's no room for fear. アニメゲームをご提案する番組アニメコンシェルジュ、毎週火曜日夜9時30分から放送中。素敵なアニメとの出会いをぜひ体験してください。ほぼ毎回普通のアニラジでは出ない話が出ます。ファンアロハ20247月12日から15日まで横浜赤レンガ倉庫で開催。横浜に新しいハワイイベントがやってくる。4月30日までステージでフラ、ウクレレ、ハワイアンミュージックなど一緒に盛り上げてくれる出演者を募集中。詳しくはファンアロハで検索。エンディングです。はい、番組ではあなたからのメールを募集中です。宛先は
なにわアットマーク 1242.com、 なにわアットマーク 1242.com。 なにわのスペルはローマ字小文字でですね、 NANIWA です。メールを募集中のコーナーは番組のホームページに一覧が載っております。一度目を通してみてください。はい、西畑の会議もお願いします。あ、お願いします。お願いします。お願いします。ここで僕たちからのお知らせです。はい、僕たちのニューアルバム、プラスアルファがですね、2024年6月12日にリリースされます。ありがとうございます。ありがとうございます。3枚目のアルバムでございまして、うん、すごいね、こう僕たちらしさもありつつ、うん、それにプラスアルファしてね、あの新たなことにもチャレンジしている楽曲も収録されておりますので。そうね。で、先ほど初めてこのアルファ、うん、リード曲のアルファも聴いていただきましたから、はい、皆さんも想像が膨らむんじゃないかなと思います、はい、ぜひとも楽しみにしてくださればなと思います、はい、お願いします。お願いします。いや、久しぶりでしたね。そうだね、ミッチー久しぶりだったもんね。久しぶりでしたよ。ドラマとかも撮ってたから、うんうん、なかなか来れずやったけど。そうですね。いや、でも久しぶりに楽しかったです。いや、よかったよ。楽しそうやったし。あ、よかったよ。名言も出たし。名言何やったっけ。再入。あ、再入ね。再入出たわ。名言なんか。でもこれあれだな、その年末の名言に入るかって言ったら前後がないと分からないから。でも再入って何。あなたにぴったりなアニメゲームをご提案する番組、アニメコンシェルジュ。毎週火曜日夜9時30分から放送中。素敵なアニメとの出会いをぜひ体験してください。ほぼ毎回普通のアニラジでは出ない話が出ます。ファンアロハ2024、7月12日から15日まで横浜赤レンガ倉庫で開催。横浜に新しいハワイイベントがやってくる。4月30日までステージでフラ、ウクレレ、ハワイアンミュージックなど一緒に盛り上げてくれる出演者を募集中。詳しくはファンアロハで検索。エンディングでーす。はい、番組ではあなたからのメールを募集中です。宛先はなにわアットマーク 1242.com、 なにわアットマーク 1242.com。 なにわのスペルはローマ字小文字でですね、 NANIWA です。メールを募集中のコーナーは番組のホームページに一覧が載っております。一度目を通してみてください。はい、西畑の会議もお願いします。あ、お願いします。お願いします。お願いします。ここで僕たちからのお知らせです。はい、僕たちのニューアルバム、プラスアルファがですね、2024年6月12日にリリースされます。ありがとうございます。ありがとうございます。3枚目のアルバムでございまして、うん、すごいね、こう僕たちらしさもありつつ、うん、それにプラスアルファしてね、あの新たなことにもチャレンジしている楽曲も収録されておりますので。そうね。で、先ほど初めてこのアルファ、うん、リード曲のアルファも聴いていただきましたから、はい、皆さんも想像が膨らむんじゃないかなと思います、はい、ぜひとも楽しみにしてくださればなと思います、はい、お願いします。お願いします。いや、久しぶりでしたね。そうだね、ミッチー久しぶりだったもんね。久しぶりでしたよ。ドラマとかも撮ってたから、うんうん、なかなか来れずやったけど。そうですね。いや、でも久しぶりに楽しかったです。いや、よかったよ。楽しそうやったし。あ、よかったよ。名言も出たし。名言何やったっけ。再入。あ、再入ね。再入出たわ。名言なんか。でもこれあれだな、その年末の名言に入るかって言ったら前後がないと分からないから。でも再入って何、まあってなるもんね。おい、トレンド調査のラストにあくびしてたんやって。たまにあんのよ。マジかよ。たまにあんのよ。たまに。マジっすか。あくびもするし、ボッコボコです本当。いや、全然いいのよ。いいね。ボッコボコです本当。いや、まあでもそれぐらい、なんていうかね、このゆるさもありつつっていうのがこのね、24時代にはなんか合ってる気するよね。ああ、それならよかったです。以後気をつけます本当に。それならよかったです。我々はこれぐらい緩くてもいいのかもしれない。はい、よかったです。それなら、まあね、これからもちょっと楽しんでいこうかなと思います。思います。はい、というわけで、なにわ男子のウブラジ、お付き合いいただきありがとうございました。ここまでのお相手は道枝俊介と石畑大吾でした。バイバーイ。バイバーイ。